今からやってみたいと思います。 Y モバイルから UQ モバイルへ乗り換えます。はい、 UQ モバイルから届きました。さあ、じゃあ開けていきましょう。はい、なんだ、 UQ モバイル初めてガイド、ご利用開始からオプション設定まで。あー、これ大事っすね。あとでちゃんと読みましょう。まずは中身を見たいですね。をご購入のお客様へ、これも後で見ましょう。あ、あ、これ SIM カードっすね。これもまた後。はい、で今回の買った機種ですね、ファーウェイの P20 ライト。さあ、これ俺 P20 ライトって呼んでましたけど、 P20 ライトらしい。ちゃんと P20 ライト、はい、もう間違いないようにしないとね。さあ、箱なんかいい感じですね。はい、ブルー。さあ、とりあえず開けましょう、開けましょう。おお、いいですね。あ、やっぱちょっと幅が違いますね。 7mm 今使ってる NEXUS6P より 7mm 幅が小さいんですけど、やっぱ全然違いますね。おー、危ない。そして裏なんかいっぱい説明書きが、あ、 SIM カードの挿し方とかが書いてありますね。でもこの裏のこの何でしょう、この青の光り方いいですよね。薄いし軽いですね。これ表面なんか貼ってあるのかな。貼ってありますね。そして次に見えてきたのは、あ、ここにピンが入ってますね。それとクイックスタートガイド。あ、これはあれじゃないですかね、カバーかな、クリアのカバーですね。あ、シリコン製ですね。柔らか、ほらほら。あ、いいですね、最初からついてるっていうのはありがたいですね。それと充電器、充電器は、はい、タイプ C ですね。と、もう一個なんだ、あ、わかった、おまけ程度のイヤフォン。まあないよりマシなんで、まあもらっときましょう。よいしょ。そしたら設定からしていかなくちゃいけないのかな。はい、そしたらですね、まずこの SIM カードを入れて設定するともうUQ モバイルの方でスマホが動き出すんですけど、その前に Y モバイルに今入ってるので、 Yahoo のオプションですね。Yahoo プレミアムかなんかあるんですけど、これが Y モバイルに入った時に無料で使えるようになるんですね。なんですけど今回 UQ モバイルに変わりますので、ちょっとそこの設定の解除がいるらしいです。ということで今からちょっとそれをまずやってから UQ モバイルの方に入りたいと思います。 Y モバイルの電話番号と Yahoo Japan の ID の連携の解除、これがちょっと必要になってきます。はい、これで Y モバイルでやることは終わりました。次は UQ モバイルに行きましょう。で、ここの取説によりますと、ホームページにやってきて、ここから
マイ UQ、マイ UQ、マイ UQ、 どれだろう。それで新しくこの UQ モバイルで手に入れたマイ UQ モバイル ID、 まあ ID とパスワードを入れてくださいってことなんですけど、これはもうこの間メールでやってきてますので、危ない、何もかもする前にバックアップしとかないといけなかったですね。とりあえず大丈夫かな。はい、じゃあ、UQ モバイルに、入っていきたいと思います。はい、行きました。で、My UQ モバイル、自分の新しいパスワードと ID を決めてくれってことらしいです。じゃあ勝手に決めよう。ご購入された AUIC カードの開通のため回線切り替えを行いますというのがあります。これを実行。おお、見て、こっち Y モバイルの方、ほら、もう対応してませんって。動き早いね。あ、回線切り替えは完了したそうです。こっちに来ました。じゃあ SIM カードを入れていきましょう。 SIM カードはこれか、開けて、おお、取れた、びっくりしたよびっくりしたさあ、そしたらこっちを開けていきましょう。これドキドキ、ピンを刺して、あれ、これどうやって開けるの開か、刺さって終わりなんだけどどうやって開けるんですか。あ、開いた、開いたけどなんか無理やり感が漂ってる。これ2つ入るやつですね。向きが分からない。セットの仕方が分かりません。全然ハマらないなと思ったらもう一段階分けないとダメでした。わー、今ネット見ましたよいや、全然これトレーに入る気がしなかったんで困ってたらよかった。ああ、はまりましたね。ほら、で元に戻しましょう。そしたら電源ボタンを長押し。どれが電源ボタン、これかな。お、ブッて言った。あ、ファーウェイが出ましたね。あ、
さあ設定画面が出てきましたよ。はい、起動しました。そしたら、残りいろいろとアプリを入れていきたいと思うんですけど、ファーウェイは最初からなんか結構ほらね、がっつりといろいろと入ってますね。ただよく見るとですね、ファーウェイっていうよりかは UQ モバイルの系のが多いですね。でも正直いらないのはとことんいらないんで、ホームから消していきたい、もしくはアンインストールしていきたいと思います。今ね、結構画面ごちゃごちゃだから、あのアンインストールはしないでも削除だけしたいなと思ったんですけど、なかなかならなくて、なんでだろうと思ったら、俺が iPhone を使ったことはないんですよ。ずっと Android ばっかりだったんで。でこの画面の何だろう、設定が iPhone 寄りになってるみたいです。なので今から Android 寄りにして画面をもうちょっとスッキリさせていきます。おはようございます。昨日設定をしながらそのまま寝てしまいまして、どこまでやったかもよく覚えてませんが、とりあえず朝から一通りやりまして、今あらかた設定、もう終わりました。今回非常にアプリを入れ直した、何ですかね、そのアカウントとか ID とかパスワードとかいろいろあるじゃないですか。でもしかしたら、あれこれ何だったっけ、うわ分からんとかなるのかなと思ったんですけど、今回は意外とサクッといきまして、アプリを開いたらもう普通に今までのアカウントでつながりました。非常に楽で今回は助かりましたね。それでなんですけど、やっぱり手に持った感じが全然今までのとの Nexus 6P とは違います。ほんの7ミリ幅がちっちゃくなっただけなんですけど、全然なんだろう、こう手にフィットする感があっていいですね。で今カバーちょっとつけてるんですけど、この裏、このメタリックブルーの輝き方がいいですよね。すごいキラキラしてます。そしてこの顔認証ですか、立ち上がり方の速さといったら、まあ今失敗したんですけど、もうこの感じでパッと画面が開きます。ちなみに指紋認証もやってるんですけど、指紋認証だとここですねを押しながら、はい、開きません。あ、開いた。まあこんな感じなんですよ。いやまあこれからいろいろ使っていくんで、実際のね、こうここが良かった悪かったっていうのは今からなんですけど、今のところはよしよしっていう感じですね。さあどうなるか楽しみです。ほんとということで、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。